あれです。はいです。僕でーす。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日は。はい。今日は買い出しに来ました。はい。おお。ママたちは買い出しをします。あなたたちはスーパーでとあるお題でお買い物をしてきてもらおうと思います。いいですか？今回のお題は夏らしいものを一人一つ買ってきてください。イエーイ。夏らしいものひどいよ。で、夏と認定されなければダメです。ここはもうない。はい、あのいつも行くスーパーで買ってきてください。はや、わかりますか？夏らしいもの。私です。あなた夏なの？じゃあ行きますよ。せーの、レッツゴー。レッツゴー。行こう。はい。あ、取らない。はい。はい、お店から帰ってきました。はい。かのさんの夏らしいものはこちらになります。ピノ。まあ、夏っていうかこの子年中食べてるような気がするんだけど、アイスだそうです。いただきます。いただきます。これ。うん。あやはやの分はスタジオで。出そうかな。お昼ご飯入る？夏らしいお買い物第2弾になります。イエーイ。見たい。先ほどはスーパーでお買い物してきたんですけど、次はコンビニに行ってきます。イエーイ。はい、カノさんは雨などのお留守番です。僕行くのに。カノさんお留守番です。僕も行かないよ。はい、お兄ちゃんとお姉ちゃんで行ってきてください。あー、何かなあれ。カバ行く、カバ行く。もう食べきっちゃったの。うん。お買い物から帰ってきました。はい。じゃあスーパーでの夏らしいものっていうのを教えてもらおうと思います。はい。じゃあまずはやから。はい。これは定番じゃないですか。いいよ、袋の音がします。せーので、冷やし中華。あー、これ夏場になるとよく食べると思います。ここでちょっとびっくりなお話しましょう。冷やし中華ってあなたたち何をつけて食べますか？この中の、この中にあるやつと、あとマヨネーズかけると美味しくない？実はマヨネーズつけるの全国区じゃないんですよ。一つ勉強になりましたね。夏といったら冷やし中華ということで買ってきました。はい。次、あやさん。私はせーの、じゃん。なんかいろいろついてるんですけど、とりあえずその付属品全部外してください。付属品って2つもあるやん。あやさん、こちらは何ですか？カルピスです。おお。カルピスの元のやつ。現役だね。あのね、カルピスといったら一年中あるんだけど、あやはや家では飲むといったら夏。はい、夏に飲みます。どんな風に飲むかといったら、ヨーグルトにカルピスかけたり、かき氷にカルピスかけたりっていって、いろいろ使い道があるんですけど、そんな風にして食べます。で、なんかついてたんだよね今回。うん、なんかかき氷食べる用のスプーンと。おお、分かってくれてる。コップ。あ、分かってくれたら、作ってくれた人ね。僕たちの気持ち。はい。あ、プラスチックや。プラスチックや。スーパーではこちら夏を感じる商品買ってきました。次、コンビニなんですけど、あなたたちが買ったものは何ですか？せーの、アイス。アイスです。まあ、夏といったらアイスです。一年中食べますが、とりあえずアイス。あははは。でもね、ゲーマス
それぞれチャレンジしました。あやさんはと練乳のかかったかき氷。あやさん練乳好きなんですよ。あーもう一部にダーってかけるもんなはい、ではなので初めて食べるんですけど、かき氷も練乳も好きなのでこちらを選んだそうです。はい、で、はやはあのいちごケーキっていう言葉に惹かれました。はい、いちごのチーズケーキっていう。あ、いいよ。その中にね、納豆入ってん、納豆入ってん、納豆じゃないこれ、納豆じゃなくてクランキーかなんかでしょ。絶対やめてくださいアイスに納豆って嫌や、すごい嫌や。はい、というネバネバ。はい、コンビニではアイス商品を買いました。はい、皆さん夏といったら何を思い浮かべるでしょうか。スイカ割り。あースーパーではねスイカ売ってたよね。あの今はほらハウス栽培とかあるから、ママたちは畑を見て、あ、このやつは夏になるんだよ、秋になるんだよっていうの分かるかもしれないけど、現代っ子は何が旬なのかっていうのは分からないことがあるよね。まああとはね、いろいろあるかと思いますが、ぜひスーパーとか行った時、ただ普通のものを買うんじゃなくて旬のものとかね、探してみてください。はい、はい、最後まで息合うね、二人とも。どうも、せーの、最後まで見てくれてありがとうございますありがとうございます。バイバーイ。どうした、ズボンめくっていったパンツをちょうど掴みやすいっすね。なんでだよ、ド変態やな